ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、やっと着いた。みんな待っててくれるかな。ただいま。お誕生日おめでとう。おめでとうございます。何それ？え、ついてる？ついてる？え、何がついてるの？え、何これ？角？え、角？あれ、ちょっとさ、しまいはついてきたわ。今日は、もちろん誕生日のためにごちそうをご用意してくださってありがとうございます。おめでとうございます。何これは？早きだね。私、大阪と広島の間の子なんですよ。なので、広島も粉文化、大阪も粉文化、どっちも粉粉で、粉粉製品、うん、今日はじゃあ私がクルクル回しちゃおうかな。やったー。結構さ、なんかコンピュークラブのみたいな。じゃあ、調理だね。まずは乾杯か。今日はありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。久しぶりだわ、関西人魂が湧くんです。くるっと。コツは、固まりきってしまわないようにくるんで回す。この可憐な火さばきで。ここからはチーズちょっと試して一緒食べてみて。ネギさん、はい、だけどいい感じに出来上がってます。イエイ。誰もこの帽子に包まない。いただきます。じゃん、たこ焼きの出来上がり。豚腹ソースをたっぷりかけたこってこってのたこ焼きをどうぞ召し上がれ。じゃーん、かわいい。めっちゃかわいいんですけど。わー、ありがとうございます。ピラーセトゥーユー、ハッピーバースデー、ディア会長。あー、ありがとうございます。嫌だなーって思って。お誕生日おめでとうございます。すごい。ありがとうございます。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、誕生日会無事集結いたしましたということで、こちらが、ファイナルパーティーとなりました。今回の、お誕生日企画を考えてくださった、森保さん、のりこさん、のねぎさん、どうもありがとうございました。皆さん本当に素晴らしいお誕生日会になりました。これからも皆様のお心にしかと叶うべく、南方検証観光国体ご自身の支援活動に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。